楽町は株式会社ファーストロジックが開発し提供する国内最大の不動産投資サイトである。提供開始は2006年3月。サイトの月間利用者数は168万人、全国4400社の不動産会社が物件情報を掲載している。サイト内では物件の検索はもちろん不動産投資専門メディア、 楽町新聞で協会のニュースや不動産投資の成功談、失敗談などを読むことができる。ユーザーの会員登録は無料である。サイト外では YouTube の活動が盛んである。公式 YouTube チャンネル、楽町チャンネルでは不動産業界の闇に迫る動画などを配信している。国内の企業公式 YouTube ではチャンネル登録者数76位で、 現在の登録者数は約16万人である。不動産投資には学習購入運用売却の4つのステップがある。楽町では4つのステップすべてにおいて活用できるよう様々なコンテンツを用意している。不動産投資専門メディアである。楽町では初心者の方には最低でも1年間は正しい知識を学んでから物件を購入することを推奨していますとし、 楽町新聞を通じて不動産投資のメリットだけでなくデメリットを伝える記事やコラムを配信している。不動産投資コラム数ナンバーワン。楽町新聞編集部によるオリジナル記事と現役対価が執筆する実践対価コラムを主に配信している。会員登録をすると記事やコラムにコメントができることが特徴である。ちょっと難しい不動産投資をわかりやすく映像で。 スタイルチャンネルとして、記事では伝えきれない、不動産投資のリアルな情報を動画で配信している。チャンネルの動画は、企画、撮影、編集とすべての工程を社員が担当している。最も再生された動画は、孤独死の現場、特殊清掃員に密着取材。2020年11月現在、チャンネル登録者数約16万人。 総再生数3200万回。iOS のスマートフォンの場合は iTunes で、Android の場合は Google Play でダウンロードできる。アプリの独自機能として、不動産会社と手軽にコミュニケーションが取れるビデオ通話機能などがある。なお、落町の加盟店向けアプリも開発し提供しており、こちらも iTunes と Google Play でダウンロードが可能。 不動産投資初心者からベテランを大山で役に立てる動画を配信している。主なシリーズは以下の通り、楽町新聞では3つの編集方針、中立主義、投資家視点、独自性の追求を掲げている。その中でも特に中立主義を徹底しており、主に不動産会社から広告料を得るビジネスモデルながら広告主に忖度せず、 不動産業界に切り込む記事や動画が多いことが特徴である。過去には、駿河銀行のカボチャの馬車融資問題や、東証一部上場の建てる社に関する融資問題を独自取材で厳しく取り上げた。また、YouTube、楽町チャンネルでも、投資用マンション営業の現場に潜入取材をしたり、建築基準法違反の疑いがかかっていたレオパレスの物件で、 レオパレス伝説の実証を行ったりもしていた。ファーストロジックプレスリリース2020年7月8日発表 AB ユーザーローケル YouTube ランキング企業公式チャンネル楽町とは楽町が不動産投資コラム数ナンバーワンを獲得掲載コラム数は12000件を突破。公開までにはこんな苦労が動画制作チームを取材。孤独死の現場。 特殊清掃業者に密着。2020年7月20日閲覧。ファーストロジックプレスリリース2020年6月11日。発表メリットだけでなく、リスクも、指摘、落町新聞の記事ができるまで、カボチャの馬車で暴利を貪る駿河銀行の闇落町、不動産投資新聞。落町不動産投資新聞。2020年7月20日閲覧。立てる。 創業初期から不正を効うか楽町不動産投資新聞。楽町不動産投資新聞。2020年7月20日閲覧。検証。営業マンのシミュレーションは正しいのか。2020年7月20日閲覧。レオパレス物件の実態。隣室の音は本当に聞こえるのか。2020年7月20日閲覧。ありがとうございます。